そんな私の心を支えてくれたのがブログだった。誰にも言えないうちに秘めたストレスを全部吐き出せるのはそこだけ。だけどある日、クラス全員の無数の悪口を見られちゃったんだから仕方ないんだけどさ。今まで散々私に助けられてきたのに全部手のひら返し。だから私、武器を使った。全部ぶちまけたの。ブログにも書かなかったクラスメート全員の真実を。したらね、私に向けられていた刃が私以外に向けられるようになった。仕方ないよね、みんなが私を褒めてくれないんだもん。